アクアマンは DC コミックスの出版するアメリカンコミックスに登場する架空のスーパーヒーローおよびコミックのタイトルモートウェイシンガーとポールノリスによって創造され1941年に登場した水陸両生の海底人であり水生生物とテレパシーで意思疎通ができるモートウェイシンガーとポールノリスによって創造され 1941年11月のモアファンコミックス73号で初登場したアトランティスの王。アトランティスは海底に沈んでおり、住民は彼同様に海底人である。二代目アクアマンであるアーサー・ジョセフ・カリーは、カート・ビシュークとジャクソン・ブッチ・ギースによって創造され、2006年5月のアクアマン、ソード・オブ・アトランティス40号で初登場した。 アトランティス人としての名前はオリン。地上での名前はアーサーカリー。地上名は養父の名前をいただいたものである。特殊能力は水陸両性、テレパシーの他に時速160キロで泳ぎ、海力と耐久力に秀でている。また、音波による探査能力も有している。性格は短期。アトランナ女王と魔術師アトランの間に誕生したオリンは 水生生物とテレパシーで意思の疎通ができたが、それゆえに生まれてすぐに追放されてしまう。ポームというイルカに育てられた後、東大種の地上人、アーサー・カリーに拾われて地上人の言葉や文化を習った。アトランティスに帰国して大位に着いた後、ガースという少年をサイドキックに任命した。彼のコードネームはアクアラッドである。彼は後に、 テンペストとコードネームを変えた。アクアマンの妻はメラという女性だが、二人の間に生まれた赤ん坊は、ブラックマンタに殺される。メラはアクアマンを攻め、消息を絶った。アクアマンはピラニアの群れに左手を食べられた後、義手として森を装着した。一時的に義手は魔法の水で作られたものに変わり、その後は STAR ラボで製作されたものを装着している。 ジャスティスリーグの創立メンバーでもあった。王としての責任からアトランティスのことを優先し、リーグにはなかなか顔を出さないこともある。新人時代は不器用な面を見せていたが、ベテランになってからは遠慮のない不尊さに変わっている。ジャスティスリーグデトロイトというチームに再編成した時はリーダーを務めたが、戦死者も出ており、チームは長続きしなかった。この後、アトランティスは、 コリアックに支配された。テンペストラの助けで、アクアマンは王位を取り返した。本名、アーサー・ジョセフ・カリー。海洋生物学者、フィリップ・カリーの息子。アーサーの母エレインは、出産時に死亡。3ヶ月も早く生まれたことから、やむを得ず、カリー博士はアーサーに変異原性の結成を打った。それによりアーサーは、 水の中で呼吸して生きられるようになった代わりに、地上では活動できない体になり、アバロン系にある父の研究施設のタンク内での生活を余儀なくされる。ある日嵐により、彼のいるタンクが破裂し、海に流されてしまった。アーサーは仕方なく海の中に入るが、アクアマンに名前が似てることから、いろいろな人から彼に間違えられる。その後本物のアクアマンと対面するが、 自分のせいではないにしろ、アクアマンが死亡し、自責の念にかられる。二度とアーサーと呼ばれないことをアクアマンに誓い、今後ジョセフと呼ばれることを望んだ。その後、新たなアクアマンとして、ジャスティスリーグに参加してる。バットマンによるアウトサイダーの候補と思われていたが、メタモルフォと活動中の彼に会った後、バットマンはアクアマンの参加は不利であるという決定を下した。 ファイナルクライシスにおいて、アトランティスの王の代わりを務めたが、周りからアクアマンの再来として扱われ、重責に耐えられず辞任している。概要、編集、EN、アクアラッドも、参照本名、ガース、ティーン・タイタンズ最初期メンバー。映像作品、編集、ガースの映像作品アニメ、バットマン、ブレイブボールド・アクアラッドとして登場。アニメ、 ティーン・タイタンズ・アクアラットとして登場。アニメ、ヤング・ジャスティス・ゴエ、ユー・リロー・エンタール・カルダラームの親友のテンペストとして登場。概要、編集、EN、アクアラットも、参照本名、カルダラーム、別名、ジャクソン・ハイド。コミック、ブライテスト・デイに登場。ブラック・マンタの息子。映像作品、編集カルダラームの映像作品アニメ、ヤング・ジャスティス声・ゴエ。 カリー・ペイトン、日本語吹き替え、松田健一郎アクアラットとして登場。概要、編集、EN、アキガールも、参照映像作品、編集アクアガールの映像作品アニメ、バットマン・ザ・フューチャー越え、ジョディ・ベンソン・ジャスティス・リーグ、アンリミテッドの一員で、アクアマンの子孫として登場。小学館集英者プロダクション館、2014年6月25日、発売。 小学館集営者プロダクション館2016年10月19日発売小学館集営者プロダクション館2016年12月14日発売小学館集営者プロダクション館2017年1月25日発売アクアマン主演のジェイソン・モモア・ジャスティス・リーグ園ジェイソン・モモア日本語吹き替え案件用置きアクアマン園ジェイソン・モモア 日本語吹き替え暗言用ギアングスーパーマイエン、アランディッチソン複数回ゲスト出演。最初は単独でのゲストだった。斉藤ジョー時にはオリバークイーンのヒーローチームに参加していた。以後はチームの一員としての活動が間接的に語られるに止まっていた。ファイナルシーズンでは考えの違いからチームを離れ、恋人と二人で活動していた。和解後にチームに復帰している。 アクアマン星、マービン・ミラー、日本語を吹き替え、青野・たけしスーパーマン星、ミゲル・フェーラー、日本語を吹き替え、大川・徹第50話、海の伝説にゲスト出演。レックス・ルーサーの研究施設に囚われていたところを、ロイス・レーンにより助け出される。海底人を率いる立場であり、海を汚染している、レックスと敵対した。ジャスティス・リーグ星、スコットラン・メル、日本語を吹き替え、 ヒロタ生リーグのメンバーではないが、第6話、第7話、水面下の敵、第41話、第42話、異世界からの脅威の2エピソードで主役を務めた。第45話、第46話、消えた英雄では、スーパーマンの葬儀に参列していた。前作とは顔やコスチュームが異なり、長い金髪で髭を蓄えている。妻子や弟、部下も登場した。 第7話で左腕を失ったため、以後は義手を装着している。ジャスティスリーグ、アンリミテッド製、スコットランメルバットマン、ブレイブボールド製、ジョン・リマージオ、日本語吹き替え、エバラ聖子セミレニュラー。上記の2作品では、寡黙な方であったが、本作では著しく上絶となっている。金髪は短いが、髭はある。妻子も登場したが、 息子は小学生程度に成長している。ワンマンな性格で他人の言葉をろくに聞かないが、憎めない人物である。アクアマン、S、ラウシング・ソング・オブ・ヒロイズムという持ち歌がある。ヤング・ジャスティス製、フィル・ラ・マール、日本語吹き替え、杉村・健二リーグのメンバーとして登場している。弟は前人になっている。妻のメラは、アトランティスの魔術学校で、ガースたちを指導しており、 第8話、陸と、海で、解任が告げられた。ジャスティスリーグクライシス、オン・ツー・アース・セイ、ジョシュ・キートン・ジャスティス・リーグ、アトランティスの新劇星、マット・ランター・ DC ・スーパー・ヒーローズ・ VS ・タカノ・ツメダン星、中井和也・ DC ・スーパー・ヒーロー・ガールズ、アトランティスの伝説星、マックス・ミッテル・マン・レゴ、DC ・スーパー・ヒーローズ・アクアマン製、ディ・ブ・ラッドリー・ベーカー。ありがとうございます。